ダスティン・ライアン・ファウラー、ダスティン・ライアン・ファウラー、1994年12月29日イ、は、アメリカ合衆国ジョージア州、ローレンス軍、キャドウェル出身のプロ野球選手。左投げ左打、MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属。A 級タンパヤンキース時代ジョージア州、ローレンス軍、デクスターのウェストローレンス高等学校出身。 2013年の MLB ドラフト18巡目でニューヨークヤンキースから指名されプロ入り。契約後、ルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースでプロデビューした。2014年は A 級チャールストンリバードックス。2015年は A 級チャールストンと A 級タンパヤンキースに所属した。2015年のシーズン終了後はアリゾナフォールリーグに参加し、 サプライズサグアロスに所属した。2016年はメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加し、この年のシーズンは AA 級トレントンサンダーに所属した。2017年もメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加した。開幕時はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースに配属されたが6月29日に メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、当日のシカゴホワイトソックス戦に6番の抑手で、先発出場したが、1回裏の守備で負傷して、交代し、右室外見断裂と診断され当日に手術を受け、翌30日に10日間の故障者リスト入り、7月1日に60日間の故障者リスト入りとなった。2017年7月31日に、 ソニーグレートのトレードでジェームズ・カプリーリアン、ホルヘマテオと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。2021年2月22日にトレバー・ローゼンタールの加入に伴いディエフェとなった。2021年2月24日にキンセントのトレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。シーズン開幕後の4月22日にトット・フレジャーをアクティブ・ロースターに加える。 チーム事情から DF となり、28日にマイナー契約となった。ありがとうございます。